ディノラジャは、クロアチアスプリト出身のバスケットボール選手。現在、KK スプリトの会長を務めている。地元の KK ダルビンでキャリアを開始した。その後、KK スプリトに入りプロ生活を始めた。そこで彼は、トニークーコッチと共に二度ヨーロッパのクラブ選手権を制覇した。また、1988から89シーズンには、 ユーロリーグファイナル 4MVP に選ばれている。その後彼は、セリエ A のビルトゥスローマに移籍して、チームの3連覇には立ち会わなかった。1990から91シーズン、彼は、平均18.1得点を上げ、ヨーロッパのスポーツジャーナリストによる投票で、そのシーズン2番目に活躍した選手に選ばれた。その後彼は平均得点を20.2得点。 21.5得点と上げていき、1992年チームはコラチカップで優勝した。1989年の NBA ドラフト2巡目にボストンセルティックスに指名されていたが、1993年にセルティックスと契約を結んだ。ルーキーシーズン、彼は平均15.1得点。 7.2リバウンドを上げて、NBA オールルーキーセカンドチームに選ばれた。セルティックスでは1試合平均16.7得点、8.4リバウンドを上げた。1997年、フィラデルフィアセブンティーシクサーズのクラレンス・ウェザースプーンとのトレードが持ち上がったが、6月24日、フィジカルテストに失格した。この年彼は、ヨーロッパへ復帰、パナシナコス BC に、 加入、にシーズンを過ごしギリシャ A1 バスケットボールリーグでの連続優勝に貢献した。クラブ社長の息子との試合後ロッカールームでのさかいもあり、彼はチームを退団、1999年にクロアチアの KK ザダルに加入した。2000年にはギリシャに復帰、パナシナイコスの長年のライバルであるオリンピアコス BC に加入したが優勝することはできなかった。 2001から2002シーズンを KK しぼな、2002から2003シーズンは、KK スプリットで、プレー、リーグ戦の優勝を花道に現役を引退した。1987年、イタリアのボルミオで行われた、バスケットボールジュニア世界選手権に、ユーゴスラビア代表として、出場、金メダルを獲得した。その後、ユーゴスラビア代表、クロアチア代表としても、 トニー・クー・コッチ、ドラゼン・ペトロビッチ、ブラデ・ディバッツチャンネ活躍し、1988年のソウルオリンピック NBA に所属するマイケル・ジョーダンやマジック・ジョン・ソンラ、ドリームチームが初めて出場した1992年のバルセロナオリンピックでも銀メダル、ドリームチーム2も出場した1994年バスケットボール世界選手権で銅メダルを獲得している。 ありがとうございます。